はい、どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。いつもご視聴ありがとうございます。北海道北斗市からお送りいたします。今回なんですけども、こちらの株見てください。ちょっと見づらいかな。どうでしょう、何か変なとこありませんかね。え、こちらですね、ちょっとウイルスにかかってます。病気というよりももうウイルスですね、こちらね。まず症状を見ていってみましょう。まずこの上から見たときに、葉っぱ、この葉っぱですとか、こちらの葉っぱですね、これがもうこれちょっと顕著ですね。このね、萎縮してしまってるんですね。こちら、これもそうです、萎縮してますね。それから葉っぱのこの症状見ていってみましょう。ちょっとまだらっぽい感じですよね、これね。おそらくアブラムシですね。アブラムシちょっと見えないんですけど、いやー、どうかな、アブラムシかな、これなんとも言えないですね。ダニかなとも思ったんですけど、ダニがいるような感じではないんですよね。でプラスまだダニのシーズン、こっちはダニのシーズンではないかなっていう形なんですよ。いやでもまあちょっと可能性はなきにしもあらずだけど、葉っぱ見てみるとないかな、これ。まあちょっとこれはどっちにしろウイルスなんで、もう回復しないですね。でまあちょっと症状的にはモザイク病、トマトのモザイク病か大花葉巻かっていう形だと思うんですよ。大花葉巻ですとやっぱり粉じらみ見えますし、こういう症状ってあんまちょっと見えないかな。前だのね、本当にパッてこう、いやでも大花葉巻かな、ちょっと何とも言えないです。どっちにしろウイルスですね。大花葉巻ですとやっぱり粉じらみで、モザイク病ですとアブラムシなんですよ。で、オオカエソ病ってのもあるんですけども、エソ病は基本的にはあのアザミウマですねが運んできます。まあ、エソっていうのは、まあ、ちょっと黒くなってるんで、でしその開始してる感じですよね、なるんで、これはその症状は見えないんで、おそらくそれは違うかなと思っております。なんでモザイク病か、まあ、葉巻かなっていう感じですね。いや、がっかりですね、またこれ。こっちちょっとまだ早いですね。ちょっと2段目、3段目ついてきてないので、まだあれなんですけど、こっちもちょっと防除しなきゃなんねえな。これ、一株やっぱり出ますと、いるなっていう感じはしますので、やっぱ今年その雨降ってますし、ちょっと曇天続き。で、周りの草もやっぱ、防除は、除草剤かけてるんですけども、やっぱりですね、草生えやすい状態。で、昨日も、一昨日か、除草剤かけてね、やったんですけどね。やっぱなかなかちょっとこう天気悪いとあんまり良くないな。虫がやっぱり繁殖しやすい感じですね。で、注意しなきゃならないのはこういう株があるじゃないですか。まあ、基本的には、木から木ってのは、その、菌じゃないので、これは蔓延しないんですよ。気をつけなきゃいけないのは、この、こういうのですよね、こういうところ。こういうところを触ったハサミとか、まあ、例えばゴム手袋をしたやつで、例えば次のこういったやつを管理してしまう。これで移る可能性はあります。なので、こういったものを触ったら必ずですね、消毒、自分の手は、手洗いとかした方がいいです。その、私が移してしまう可能性もありますんで、木から木っていうのはそのままでは移らないんですけど、私が触って、映ってしまうという形はあります。この傷口ですね。例えば、脇芽を取ったりとかしてたり、葉っぱを切ったりとかして知る時に、使ったハサミ。これを隣のやつとかでそのまま使ってしまいますと、行ってしまう可能性あります。まあ、これ多分まだなって日が浅いですね。この状態なんで。なので、これからこっちに移ってることはないかなと今思ってます。症状も出てませんし。なので、これはちょっともう捨ててね、処分しましょう。はい、ということで以上、今回緊急事態宣言その2っていう形なんですけどもね。いやもうちょっとショック大きいな、またこれ。はい、ちょっと例年になくこういうウイルス病気っていうかね、菌だったらね防げるんですけども、この病気はもうちょっと防げないので、もう虫を駆除するしかないんですね。はい、そういう形で、明日雨晴れたらちょっと防除の方をしていこうかなと思います。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。こういうのならないようにはね、やはり徹底防除ということで、予防散布、こちらですね、一株見えたんで、まあ治療と今回予防ですね、という形でやっていきたいと思います。
そちらの、お薬もですね、またやるときにご紹介して、皆様方の方にですね、こういうものを使ったよっていうのはお伝えしていこうかなと思っております。また、動画参考になるようにですね、今後も作っていきますんで、一つお付き合いよろしくお願いします。それから、初めて岩本ファーム TV、こちらのチャンネルご覧いただいた、方、本当にありがとうございます。お時間取っていただき、わざわざご拝聴いただきまして、本当にありがとうございます。今後もですね、こういった症例とか、病害虫、どういったものがあるのかっていうのもですね、皆様方にお伝えして、対処法、予防法、お伝えしていきたいなと思っております。一つですね、また、よろしくお願いしたいなと思いますので、よろしければですね、チャンネル登録、お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。